皆さんこんにちは、小場です。今回ですね、個別指導塾キャストダイスの6月度の進捗報告動画を撮りたいと思います。まあ多分動画をね、出すのがいろいろ出したい告知のものが多くて、6月の2週目とかになってしまっているかもしれませんけれども、まあ一応ね、動画としては5月の末に撮影をさせていただいております。でですね、まあ今月、まあ6月だと思うんですけれども、やっぱ発表事項としてはね、大きく2つありまして、まあ1つはね、キャストダイスメディカルのスタートというものがありました。まあおそらく動画を出して、まあすぐさまね、めちゃくちゃ反響があるとは個人的にはちょっと違うかなと思ってて、やっぱシーズン的にも夏休みとか春とか冬とかそういうね、まあ、長期休みのタイミングではないので、まあいきなりね、この動画が出ている頃になんかもうパンパンになってしまっていることはないと思うんですけれども、まあ新しくね、キャストダイスメディカルというサービスをスタートさせてきました。まあ興味がある方はね、まあ概要欄等のリンクからまあご覧いただければというふうに思います。でですね、もう一つ大きなニュースだったのが、やはりね、キャストダイス英単語アプリですね。まあこちらもね、結構僕がまあ肝入りで企画をしてね、まあ作ったアプリということで、まあかなりね、力を入れてはいるんですけれども、まあアプリがね、流行るかどうかっていうのは、まあいろいろこう単純に中身がいいかどうか以外のマーケティングの部分だったりとか、まあ時の運って言っちゃうとあれなんですけど、まあそういったものもあるので、まあどうなるかわからないです。ただ、まあ本当にね、自信を持って皆さんにお勧めできるものなので、まあこちらもね、多分サブチャンネルでもメインチャンネルでもすでに告知動画が出ていると思うんですけれども、まあ良ければね、まあ使ってみていただければなというふうに思います。まあただね、この2つのね、取り組みをしている以外にも、いくつかですね、新しい取り組みがスタートしておりまして、まあ、その辺の話を今日は、まあ、しておきたいと思います。あとは、まあ、前回と同じなんですけれども、まあ、塾のね、まあ、内情なんかも、お話しできればなというふうに思っております。ではまず最初に、今ね、動画で言ったこと以外の取り組みに関してなんですけれども、今ね、大きく3つのことに僕は力を入れています。まず1つ目がですね、いろんな塾さんとの、アライアンス、パートナーシップを進めています。実際ですね、すでにアライアンスが始まっている塾さんもあるんですけれども、まあ、僕の考えで、なんですが、今のところね、例えば個別指導塾キャストダイスをどんどん大きくしてなんかフランチャイズにしたりとか、あまりそういうことは考えていません。あくまでまあ僕たちができる範囲で、まあ生徒さんをしっかりとサポートできる範囲で、まあ規模を拡大していこうというふうに考えてはいるんですけれども、まあただね、やっぱり僕らも別に偉そうにね、教育機会の均等とか、まあそういうちょっとこう、なんていうかな、すごくこう素晴らしいね、ミッションとかそういうものをまあ掲げては正直いないです。やっぱり、まあ塾である以上ね、やっぱこう、お金を負担していただく方にまあ指導するということになるので、まあ完全にね、こう教育の機会均等というのは難しいと思ってます。まあ、ただですね、まあ、地方で例えば家の周りに塾がない方とか、まあ、家の周りに塾はあるんだけど、まあ、ちょっとよくわからないね、あんまりこうクオリティの高くない塾しかないみたいな方にも、まあ、僕らはオンラインで、まあ、インターネットさえあればね、指導できるというサービスをしているので、まあ、そういう部分の思いがないわけではないんです。ただまあ、なんていうか大冗談に教育の機会均等みたいな、そういうね、こう目標をドカンと掲げているわけではないんですけど、まあ、多少その思いがあるという中で、やっぱりね、こう地方の塾さんと、まあ、もっとね、アライアンスを組めればというふうに考えていて、実際にですね、例えば地方の塾さんだと、まあ、塾長さん一人でやってらっしゃる塾とかあるんですよ。で、そうなると、例えば、まあ、高校受験を見てらっしゃったりとか、まあ、小学校の、まあ、補習みたいなことで、結構長年ね、生徒さんをサポートしてきたんだけど、やっぱり大学受験レベルになると、ちょっと指導ができないとか、まあ、もしくは、塾長さんが文系の先生なので、まあ、理系の生徒さんだと、もうね、サポートしきれないとか、まあ、逆もありますね。理系の先生だと、ちょっと文系のね、国立文系の対策とか、ちょっとまあ、やりにくいかな、みたいなのがあったりもするんですけれども、まあ、そういった、まあ、塾さんと、まあ、組ませていただいてですね、例えばそういった塾さんで、まあ、自習室とか、あとは質問環境とか、まあ、それは塾さんごとに違うんですけれども、そういう環境を、勉強環境をサポートしていただいて、で、授業とか指導の進め方自体は、まさにね、個別指導塾キャストダイスを利用いただいて、まあ、しっかりと、まあ、ハイレベルな指導を受けていくということができるというスキームをね、考えました。で、やっぱりね、地方の、まあ、塾さんとうちに、まあ、両方ね、まあ、通うという形になるので、まあ、多少ちょっとね、場合によっては、まあ、割引なんかっていうのも、まあ、考えていますが、まあ、そのあたりはね、まあ、まだまだ、これから個別のね、まあ、塾さんと、まあ、我々で契約をしたりとか、まあ、合意を取っていかなければいけないので、まあ、今すぐにね、何か、皆さんに発表できることがあるというわけではないんですが、ただすでにアライアンスそのものも始まっていますので、まあ、塾のホームページ等で、まあ、今後ね、お知らせみたいなのを出していくと思いますので、まあ、塾のホームページチェックいただければというふうに思います。まあ、実際、今、いくつかね、もう相談している塾さんがあるんですけど、まあ、今この動画を見てくださっていて、まあ、あまりないかもしれませんが、
もしね、塾経営者の方がいらっしゃいましたら、まあ、ぜひね、興味がある方はご一報いただければというふうに思います。何かフランチャイズではないので、加盟するのに僕らがその塾さんからお金を取ったりとか、そういうことは一切ないです。はい。逆にまあ僕らから塾さんにお金を払うということもないですけれども、まあ、あくまで、うまく僕らがパートナーシップを組んで、で、生徒さんが両方の塾に入っていただくというようなスキームを考えています。はい。まあ、そういったね、ちょっとこう、地方に展開してるっていうわけではないんですけれども、まあ、僕らのね、指導というのを、まあ、よりいろんな方にね、こう、体験してもらえたり、学習環境を整えることができたらいいなというふうな活動が1点目。そして2つ目なんですけれども、まあ、これからですね、まあ、夏休み、そして冬休みを今年迎えていくことになります。で、もともと、まあ、皆さんに具体的な数字は多分言ってなかったと思うんですけど、今期の目標があったんですね。今期というか、まあ、今年、12月31日までの生徒数の目標があったんですが、まあ、実はその数字というのが、もうほぼほぼ、達成がもう 99% されるような段階にもう来てしまっていまして、まあ、なのでですね、これからもう少し、なんていうかな、計画を、まあ、再度修正して、よりね、いろんな生徒さんを指導できるようにサポートしたいなというふうに考えております。ただ、おそらくね、去年の動画だったか忘れたんですけども、まあ、僕が見られる生徒さんがおそらくこんぐらいだよねみたいな人数を以前動画で言ったんですよ。ただやっぱそれをそろそろ超えるようなタイミングになってきていて、まあただですね、そこからかなり採用にも力を入れていたりして、まあキャパシティというのはかなり増えています。増えているんですけれども、さらにね、キャパシティに余裕があるに越したことはないので、まあこれからどんどんね、採用にも力を入れていこうかなというふうに考えています。まあ普段からね、結構ツイッターとかで講師の方募集してますみたいなお知らせとか、まあ結構出してるんで、そんなの知ってるよって方もいるかもしれませんけど、まあ、もしね知らなかったよという方、もしくは、講師応募したいよって方は、これもね概要欄にリンクあるので、まあ、よかったら応募してください。まあ、ただですね、やっぱり YouTube だけで募集をするっていうのに、もしかしたらそろそろ限界が来るんじゃないかなと個人的にも感じていて、まあ、少し実はですね、実験で他の SNS 媒体を使ってちょっと求人広告を出してみるってことを実はちょっと始めています。まあ、本当にお試しみたいな感じなので、本当になんていうんですかね、数千円ぐらいの予算をかけてちょっとやってみるっていうぐらいのことをまさに今やっているんで、まだ全然ね、すごい予算を投下してやっているってわけじゃないんですけど、まあ、正直そのSNS で広告を出す。YouTube じゃないですよ。僕らの再生回数を増やすとか、登録者を増やすとか、入塾者数を増やすじゃなくて、求人の方の、方なので、これがどのぐらい効果があるのかというのが全くわからないので、まずはちょっと今ね、まあ、チャレンジをしてみているという段階になっております。まあ、なので、まあ、もし講師の方でね、知らなかったという方は、まあ、応募いただきたいんですけど、まあ、そういったね、新しい取り組みもしていて、まあ、だから今の段階で、キャパシティが限界になったら採用する。限界になったら採用するだと、やっぱり限界になるタイミングで、どうしてもね、行き届かない部分が出てきてしまうので、常に行き届いている状態が作れるように、まあ、キャパシティを増やしていこうかなっていうのが、今二つ目で頑張っていることですね。はい。で、最後、三つ目なんですけれども、まあ、結構ですね、会社全体の大きな方針っていうのを、実は舵取りをしました。まあ、今までですね、まあ、ちょっと皆さんに具体的に話すことはできないんですけれども、まあ、会社の中で受けていた、まあ、大きな案件、まあ、去年ね、コロナの影響で、まあ、かなり減ったということを、まあ、申し上げたと思うんですけれども、さらにですね、今年は、まあ、いろいろな事情がありまして、さらに減るという形になったかなというような状況です。まだ全て確定したわけじゃないんですけど、まあ、おそらくかなり減ってくるだろうなという意味で言うと、今までね、僕らが会社としてやってきたことっていうのは、まあ、いくつかの事業を並行して、まあ、やってはいるんですけれども、まあ、一番の柱だった事業を、まあ、かなりこう、まあ、やめる形になって、どちらかというと、まあ、塾業態に、まあ、本気を出して取り組んでいく。まあ、今までも本気は本気なんですけど、よりその社内のね、社員の人数とか、社員の工数とかも、そっちに投下して、授業を進めていくような、体制を、作っていきます。なので、まあ、よりですね、個別指導塾キャストダイスというのが、まあ、本当に、僕が経営してるね、株式会社キャストダイスというんですけど、そちらのね、まあ、命運を握ってくるという形になってくると思うので、まあ、これからね、より一層、まあ、頑張っていきたいなというふうに思っております。はい。まあ、なのでね、まあ、ざっくり言うと、まあ、まさにね、この6月度、まあ、頑張っていくこととか、まあ、今ね、注目の新サービスとか、リリースしたこととかっていうのが、今、お話ししたものなんですけれども、まあ、ただですね、やっぱりこれから、まあ、とにかくね、何でもかんでもね、なんていうかな、塾生を増やすとか、まあ、そこだけに、まあ、視野をね、狭めていくんじゃなくて、やっぱり僕自身ね、まあ、いろんなこう、案件とか、いろんな仕事っていうのを、まあ、並行して、やっていければいいなというふうには思っています。まあ、もともとは皆さんも知っているように、僕は、以前ね、2年前になるのかな、まあ、本を出版したりとか、まあ
とはね、YouTube 以外でも、例えば YouTube のコンサルティングの仕事をしていたりとか、まあ、いろんなことをしていて、やっぱり僕自身、その受験のことを、もちろん一番のプロフェッショナルではあるんだけど、やっぱり受験のことだけやってると、やっぱり会社のマネジメントとか、いろいろ見えてこなくなっちゃうことは、視野が狭くなっちゃう部分があるんですよね。で、やっぱりそういう意味で言うと、まあ、僕自身はもっとこう広い視野を広げて、それこそね、以前の動画でも話しましたけど、放送大学の授業を、まあ、ちょこちょこね、受けていたりとか、そういうふうに、こう視野を広げた活動をね、まあ、どんどんしていきたいなというふうに思っております。まあ、あとはね、特に個人的に、頑張りたいものは、やっぱり、今ね、塾講師チャンネルというチャンネルをやっているんですけれども、やっぱりこう、塾を運営しているからこそ、まあ、話せることっていうのも結構あって、まあ、そういったものもね、結構大事にしていきたいなというふうには思っています。はい。で、サブチャンネルに関しては、まあ、これからもね、しっかり運営していくつもりではありますけれども、まあ、少しね、塾講師チャンネルにも力を入れていこうかなというふうには思っております。はい。そんなわけでね、個別指導塾キャスト室、6月度の報告動画になりました。まあ、ちょっとこのね、報告動画を誰が望んでいるのか、よくわからない面もあるんですけれども、まあ、ただね、結構、まあ、そういった状況を見て、今こういうことなんですよねって声をかけてくださる方とかも結構いらっしゃるので、まあ、皆さんもね、何か、まあ、参考になる部分があればというふうに思います。あんまりね、評判が良くないようでしたら、まあ、数ヶ月やってやめてしまうかもしれませんけれども、まあ、一旦ね、まあ、6月度出しましたんで、次7月度、どっかのタイミングで動画出せればなというふうに思います。はい、というわけで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。